ルック。チョコレートでおなじみの富士屋さんのルック、チョコレートタルトとなって登場です。小十五です。スーパーのデザートコーナーで見つけました。ルックのシリーズのタルト4種類ありました。ストロベリータルト、バナナタルト、アーモンドタルト、濃いミルキータルト、それぞれ10個ずつあります。せーの、いただきます。ルックストロベリータルト。間にねチョコレート入ってますね。チョコチップもトッピングで乗ってます。これはいちごミルクの味わいです。タルトの食感は柔らかめでもさっくりとしてて好きなやつ。ルックバナナタルト、これも間にチョコレート入ってます。ルックをイメージしてるんでしょうね。ルックチョコレートをちゃんと意識した味わいです。おいしい、食べやすい。ルックアーモンドタルト、アーモンドの香ばしい味わいがちゃんと再現されてます。このタルト生地がなんとも美味しい。濃いミルキータルト、ミルキーソース入りだって。これは楽しみ。かなりミルキーです。どこにもないならではのミルキータルト、しかも濃い、ほんと濃ゆいです。あ、これ好き、めちゃくちゃうまい。ママの味、どんどん食べていきます。ルック、
ちょっと味のコラボしてみましょうか。いちごとアーモンド。なんだか大人テイストになりました。いちごがちょっとビターな感じになって香ばしい感じ、合う。バナナと濃いミルキーじゃない？合うよね、多分。これはいいお味です。バナナがミルキーに変わりました。ミルキーはバナナのテイストがちょっと入った感じで、合いますね。中のチョコレートがミルキーソースと混じって本当に美味しい。いちごバナナもいけんじゃないね。ストロベリーバナナ。おー、かなりフルーティーです。クリーミーでフルーティーで、じゃあ行ってみます。ミルキーになった。ミルキーはね、何でも合うよ多分。アーモンドの香ばしさをさらに引き立てるようなお味です。数合わせます。あと2つずつ、最後は少しアレンジして食べます。白飛びのチョコレートではないんですけど、ホイップとチョコレートをかけて食べます。ホイップクリームがタルト生地に染み込んでめちゃくちゃ美味しい。さらにいちごのね、ミルキーないちごの味わいがします。合わさると最高。味は一緒、形がちょっとね、真ん中にホイップ。
変えてみた。最後ミルキークリーミーがさらにクリーミーの上にクリーミーになってクリーミーな感じ、チョコレートの味が乗っかっていいテイストになってます。ごちそうさまでした。ルックのタルト、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。小十子でした。ああ、気づいた。枕の跡ちょっとね横になってたらね、もうここの可能よね、年を取るとね。若い時はすぐのきよったのにね、今ねの可能よね。とねゴーグルの跡もねなかなかね取れないんです。